桜 D5 ライト製作機その2。前回の作業の続きです。リアサスアームを組み立てます。桜 D5 ライトはリアサスアームがカーボンパーツを含む4点構成になっており、組み立てが必要です。日英を左右対称になるように組み立てます。ショック取り付け用のボールスタッドをつけます。リアロアサスアームにサスピンを通します。サスピンを通す穴にはグリスを塗っておきます。サスピンの左右にスペーサーを通しておきます。フロントロアサスアームを組み立てます。サスアームにセットスクリューを半分ねじ込んでから、飛び出している部分にスペーサーとボールエンドを取り付けます。左右対称の2セット作ります。サスピンを通す穴にはグリスを塗っておきます。ピンの左右にスペーサーを通しておきます。ショック取り付け用のボールスタッドをつけます。サスアームのリバウンド量を増やしてストローク量を稼ぐために、サスアームとシャーシの干渉部分を切り落とします。マスキングテープで目印のカットラインをつけます。縦と横に目印のラインをつけます。リアも目印に沿ってカットします。ある程度カットできたら形を整えます。きれいに拭きます。メインシャーシにシャスマウント FR と RF を取り付けます。
リア側のサスマウント RF を取り付けます。次回に続きます。